ということで、皆さん明けましておめでとうございますということで、2024年もね、何卒よろしくお願いいたしますということで、ちょっとね、まだ実際はね、僕撮影日これ12月31日なんでまだ開けてないんですけど、ちょっとね、福袋が来てるし、これね、元旦に動画出していくと思うので、まあ明けましておめでとうございますということで、ちょっとね、今年はこれ目指しますっていう動画をどうしても出したいんですけど、ちょっとまだね、それを撮るタイミングがちょっと見つけれてなくて、さっきにね、この福袋、動画ってほんま鮮度が大事だと思うんで、ちょっとこの福袋をね、引いていって、ガチャ動画っていう感じでやっていきたいなと思いますと。で、今日ね、いつもよりお前おとなしいなと、なんか賢そうな喋り口調やなと思うかもしれないんですけども、実家なんですよね、これ。実家で叫んだら、おかんめちゃくちゃ怖いんですよ、マジで。あんたもう、すねーって。ほんまに言われます。洗濯機で回されそうになっちゃうんで、はい、ちょっと小声でやらせていただきますが、髪引きしたら叫ぶかもしれない。叫ぶ時だから、そのこういうのを持ってさ、わーって言うのわかりました。ということで、ちょっとこれここに抱えとくわ。はい、ということで、ちょっとガチャね、引いていきたいと思います。狙いなんですけども、狙いは落合さん一択です。というのも、僕ね、これなんでかは間違えたんやけど、3枚でミキサー回しちゃったんよ。で、上原選手かぶっちゃったんよね。なので、ほんまミスったと思って、これね、仕様が1から4、そして6、7、だから全部で6回 S ランクの選手確定してるんよね。しかも50連目で1人 S ランクの OB 確定なんよね。んで、S ランク出たら OB30% が出るっていうね、もうこれ大体セレクトミキサーまで溜まりましたやんっていう。何もかかわらず3枚で回しちゃったので、それをちょっとね、取り返すべく落合選手を引いていきたい。あと狙いで言うと、まあ、藤村選手ね。これはやっぱなんだかんだタイガースニュースやってるんで、欲しい。っていうのと、あとはね、田村さんは極みで継承していくことができるので欲しいかなっていうところになってますっていうね、狙いですね。あと、ま、現役の選手で言うと、狙いは床田投手と、柳田選手のね、S ランクが狙いになってくるのかなということで、早速ね、ガチャ引いていきたいと思います。本当にね、このガチャの引きによっては2024年のね、命運がいろいろと分かれてくるんじゃないかということで、まあ、おみくじ的な感覚でね、引いていくことができればなというふうに思います。ということで、早速ね、ガチャやっていきたいと思います。これね、まあでも、もういきなり S ラン確定してるからね、いかに OB の選手出るかやね。これ OB の選手がいかに出るかによって命運が変わってきます。お、レインボー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 、これ2枚引きしたい。お、来た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 、2枚引きしたい、2枚引きしたい、おめでとうからの、お、来た、え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 、来た、来た、来た、え、来た、これ来た、ちょっと待って、藤村選手来た、これもしかして、ちょ、これまた怒られる。あ、お前の顔みたいにちゃうねんって、また怒られるから、ちょっと離れた。え、最後やね、これ最後やね。行くで、行くで、行くで。でもどっちにしてもニューやね、これ。タイガースのニューの選手やね。あ、中野選手、めっちゃ嬉しい。中野選手めっちゃ嬉しいです。中野選手ね、守備適性めっちゃ上がってるんでね。いや、これめちゃくちゃ嬉しいです。いや、中野選手 OK。オッケー。いや、幸先いいですね。ということで、早速ね、20連。もうこれも S ランク確定なんでね。はい、いいですね。いいですね。いい演出が続いてますね。ここで、これ来てほしい、これ。レインボーです。ということで、まあちょっとね、ポンポン行こうか。もう S ランク絶対出るからね、予期せぬところからの2枚引きとかあるかな。だからこれあれやね、10連目は絶対 S ランクやっていうことは、それ以外でね、ポンって出た。おお、戸郷投手極みにできます。ありがとうございます。戸郷投手嬉しいね。戸郷投手動画にできるし、めっちゃ嬉しいわ。いや、素晴らしい。30連目。これも S ランク確定。ちょっと OB の選手出てほしいけど、なんか、あれやね、狙いって言っては
ないけども、なんか当たって嬉しい現役選手出てくるね。あれ、おお、来ました来ました来ました。いいよいいよいいよ。いいですね。いいですね。これマジでね、2024年いい1年になりそうやね。ほんまね、ちょっと僕はこの1年がね、ほんまにいろんなことがね、勝負になってくる1年だというふうに思いますので、コドトさん、コドトさん A ランク2枚あるよ、もう。ほんまにね、この1年、大事やと思う。ということで、ということで、来るんちゃう？これ来るんちゃう？これあれやんな、もう、伏線やろ。ほら、A ランクないけどね。いや、来たわ。え、待って、これ来たわ。やばい。やばい。え、やばい。え、やばいわ。やばいわ。昨日ショート動画作ったからかな。名前読み方間違っててすみません。藤村文雄選手。藤村文雄選手ね。文雄、富雄って言うんだよ、富雄って。だから梅沢富雄が邪魔してましたね。梅沢富雄が。文雄です、文雄。はい。え、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい、これ。はい、次40連目。40連目ね。うん、40連目。マジでなんかその S ランクはいちゃうって、デュエスランクまだ1回も来てない。え、マジでめっちゃいい。え、今んとこ大吉路線で行ってるよ。大吉路線で、おー、もう大吉に向かう。わー、またバウアの目来た。バウアの A ランクね、早く出てほしいんですよ。そういえば、はい、これはタイガースの選手のなさそう。あ、っていうかね、っていうか、あ、極みです。これでもう極みです。上原選手もこれで極みになります。ありがとうございます。上原選手、これはもう使っていくしかない。存在感ついてて極みってマジエグいね。俺大会ちょっと使っていこうか、上原選手ね。ということで、もう次ね、OB も3枚出るやん。やば。OB これね、第3弾確定してるんで、これ50連目ね。はい、やっていきたいと思います。ここで落合さん出したらマジでやばくない？え、ここで落合さん出るんじゃね？出たらあかん選手は誰かみんなわかるよな。俺の動画見てくれてたら出たらあかん選手誰かわかるよな。それだけはね、ちょっとほんまに出えへんようにみんなも今といてよ。ここで俺にその投手がもし来たら全てブラマイトントンになる。あともうミキサーにすでに入れた選手がもう一回出てくるっていうのもなしよ。これね、なんか上原選手もう一回出そう。上原が出るアカウントなんかもしれん、これ。上原選手が出る。でもね、真下でね、WBC のやつ見てたんですよ。WBC の特番みたいな。やっぱ上原選手のフォーク、えぐい。来て、落合さん。おい、でも今落合さんの伏線来てたからね。今落合さんの伏線からの、小田さん。え、めっちゃ嬉しいんですけど。え、門田さん出ましたやん。え、やば。で、次6回目。これも S ラン確定でしょ。やばいね、これ。もう本当にね、これ僕4月までこれで、もう多分ガチャ引かないです、マジで。育成も、本当に 1.5 倍とか来た時に一気にやっていくっていうスタンスでちょっとやりたいなとは思ってる。まあ、そんなうまくいかんのやろなとは思うんですけどね。2枚引き来てよ、2枚引き来てよ。中野選手当たったの結構嬉しいわ、マジで。で、戸郷投手もあれやしね、動画にできるし、なんかほんまにいい選手しか来てないね。上原選手もね、限界突破できるんで、いや、めちゃくちゃいいわ。ここは床田さんが聞いた。やばいんですけど、マジで。マジでやばいんですけど、OB めっちゃ出るやん。エナジーが出ません。足りません。3エナジーどうにかならないですか、これ。はい、ということで、最後ね、70連目引いて終わっていきたいと思います。ということで、これね、最後ね、もうこの1年、もうね、大吉やわ、これ、はっきり言って。最後、いきます。さあ、皆さんの今年1年の幸福を祈りまして。
最後のね70連目引いていきたいと思います。調子くーん、フィーバーフィーバーフィーバーしてるよ。打って打って、はいはいはい、赤からの赤からの、まあ1枚引きかな、1枚引きですかね。 A ランクね、ちょっと OB の選手出てほしいではあるけど、さあどうなるか。茶谷選手、浩二がよく出る、梅野選手、石川投手、曽根選手、うん、山口選手の A ランクで、青山投手、お初めて見たね。で大貫投手、さあ最後ね、さあ皆さんの1年、幸大き1年になることを祈願いたしまして、70連目ね最後引いていきたいと思います。最後に出るのはこちらの選手です。ということで本日本年もよろしくお願いいたします。